ゴルタ君、間違えちゃったの？間違えちゃったから盛り替えてる。ああ、反対だったってことね。落ちちゃうよ。なんかすごい事故になってるけど。本当、単管足場をやったことないのがもろわかりっていう。やったことするの？うん。ヒューチぐらいしか使ったことないやつ。そうだね。うん。ヒューチと大筋じゃん。そう。てかお前さ、あれじゃん、渡るくんいんかったらお前絶対浮かなかったやつじゃん。うん。そうだ、だって俺と前やってたってどっちにつくかなんて知らねえじゃん、そんなとこ。いや、ワンちゃんの紙も持ってるよ、なんとか。うん、みんなでやってるから。ワンちゃん、いや、だって紙持ってたってこの反対を気づいたか、社長が。うん、社長がワンちゃん気づいたって気づいたってそんなわかんねえら。しかもお前図面も忘れ持ってきてねえっつうに。じゃあだって昨日ちゃんとメモしっかり書いてさ、あの復習したのよ。うん、ね、うん。でその復習で書いた、うん、メモのノートは持ってる。うん、しかもなんで今度インパクトじゃなくてラジェットでやってるだ。なんかツッコミめっちゃくらったもんで。うん、めっちゃツッコミもらったもん。ちゃだからそれじゃ時間かかるら。だから練習だからインパクトでやってるんでしょ。その出はあるの130。あ、昨日言ってたね、130って。イエース。ああ、つい。本当にで、ここ直して1350だよね。うん、1350ですよね。でもフォルダコ、前か思うけどさ、うん、現場頭で回ってたやつってさ、結局、うん、さ、だいたいさ、頭で回ってない説ってどう思う？どういうこと、どういうこと、うん、頭で回ってたやつが頭で回ってない説ってどういうこと？うん、だからよくさ、うちに来る人みんなさ、応援も合わせてさ、うん、ねえ、現場自分で回してってましたっていう瞬多く来るけんさ。そうなの。うん、俺なんてそんなこと言ってないのに一発目からできないよって俺は散々言ってんのに、うん、渡してきたってどう思う？いや、そのできないよっていうのはもう謙虚に言って、できるんじゃ、できるっていうあれを表してると思って俺に勘違いしちゃったのかもしれない。それは社長の勘違い、ね、そう、そしたら本当だったっていう。あるあるですよね。でもできますっていうやつはマジで仕事できんで。1350。何そうやってずらすの？いや緩めてずらした方が早いじゃねえの。あ、熱い。第8章スタートできないじゃんねえ。だってこれだけでも時間のロスになるだぜ。ね？これで終わった？はい。オッケー。じゃあね。